that game you also gave Mitoma his full Premier League debut. How exciting is it for you as a manager to carry on working with a player like that and developing him? Game every 3 days. I just wondered if the time to teach them your style, you have no more time now. It is game, game, game. It is up to the players now, a big responsibility. Yeah. Yes, now it's difficult because Mitoma is playing fantastic way. 皆さん、こんにちは。いつもたくさんご視聴いただきありがとうございます。そして今回も250ライクでチェルシー対ブライトンのレビュー動画をアップロードします。その動画では、現地のサポーターが三笘選手を評価する動画であったり、あとは試合終了後、チェルシー戦の試合終了後にデゼルビ監督であったり、他のブライトンの選手の試合後のインタビューを、日本語に訳してアップロードしますので、たくさんの高評価をよろしくお願いいたします。そしてこちらはプレビュー動画になりますので、まずはチェルシー対ブライトンのスコア予想をこの下のコメント欄に書いていただければと思います。スコア予想プラスゴールスコアラーを1人書いていただいて、両方とも当たれば、スポーツフリークのオリジナルステッカーをプレゼントしますので、たくさんのスコア予想をお待ちしております。そして今現在のスコア予想ランキングはこちらになりますが、まだまだ6月まではたくさんの試合がありますので、誰にでも、今からでも参加する人でもまだ1位になる可能性は十分にあると思います。4点差以上のスコア予想を当てた方には2ポイントとしてこのスコア予想ランキングにカウントしますし、6月に1位になった方にはユニフォームをプレゼントします。そしてこの1ヶ月間の間、4月15日まで、来週までにチャンネル登録をしてくれた方1名にスポーツフリークのオリジナル T シャツまたはレアルソシエダードの T シャツをプレゼントしますので、たくさんのご登録をよろしくお願いいたします。スポーツフリークの T シャツに関してなんですけど、今着ているものになります。スポーツフリークというふうに書いてあって、ボールを蹴っている選手の横にジョニー・デイ・ランスキップ・テイキスパロー・イランという文字が書いてあります。スポーツフリークのオリジナルグッズが売られているショップにも、こちらの T シャツを購入することができますので、もし興味ある方は下のコメント欄の、真下にそのスポーツウィークのオリジナルグッズのストアで売られている商品が並んでありますので、そちらをクリックしていただければと思います。そして今回訳した動画の一番最後には、チェルシー戦の、プレビュー動画についても解説しますので、スタメン予想からスコア予想、過去の対戦、両チームの今現在のフォームやブライトの今後の日程と、あとはプレミアリーグの順位についても解説しますので、一番最後まで見ていただければと思います。では今回訳した動画はこちらになります。That game you also gave Mitoma his full Premier League debut. How exciting is it for you as a manager to carry on working with a player like that and developing him? But not only Mitoma, I think Kariu is improving a lot in every part of the pitch. He's scoring a lot of goals. He's one of the most important players in our team, and I love working with the smart guy who want improve, because football is not yesterday, football is today or tomorrow, and if you don't want to improve, you can't play football. 10 games left in the Premier League, you're in a great position, but nearly a game every 3 days. I just wondered if the time to teach them your style, you have no more time now. It is game, game, game. It is up to the players now, a big responsibility. Yes, we have to adapt. I think we are in grow in terms of quality of play, in terms of how many players can be ready to play in the first 11. And we have to be focused step by step, game by game, to make more points as possible to achieve our target. The first target is very difficult to achieve, but there are 10 games are 30 points. And we can fight for other important targets. You will really need to trust every player and use every player in the squad probably for the last 2 months. Yes,
Yes, now it's difficult because Mitoma is playing fantastic way, Marche is playing well, Ferguson and Welbeck, they are in a good moment. Alexis McAllister is a top player for us, and for Enciso, for Undava, for Facundo Buonanotte, it's difficult to find more space, but for sure in this last part of the season can arrive the possibility. こちらがチェルシー戦で、予想されているフォーメーションになりますが、もちろん三笘選手もスタートから出るというふうに予想されていますし、あとはまあほとんど、トテナム戦からまあ1週間空くので、そこでまあゆっくり休むことができると思いますので、まあ、いつも通りのメンバーで戦うのではないかと思います。フォワードにはファーガソン、右ウィングにはまあソリー・マーチが、プレイするのではないかと思います。皆さんもトッテナム戦に比べたらどういうふうにチームを変えるべきなのかどうかというのをコメント欄に意見を教えていただければと思います。そして過去の対戦に関してなんですけども、チェルシーが6勝、ブライトンが2勝で5回引き分けています。ただしここ最近の試合だけで見るとほとんどチェルシー、ブライトンはチェルシーには引き分けたり勝つことができています。この特にこの直近の5試合では1勝1敗3回引き分けています。特にチェルシーのアウェイの試合では、もう負けはないです。2021年には1日で引き分けて、2021年、2021年のシーズンでは0対0で、引き分けています。なので決して相性が悪い相手ではないと思います。でこちらが、今現在の両チームのフォームになるんですけれども、まずはホームのチェルシーから見ていきたいと思います。チェルシーは2対0でチャンピオンズリーグでドルトムンドを下した。その次の週にも、レスターのアウェイの試合で3 1で、勝つことができました。ただしここ最近の3試合では一度も勝利がないです。すべてホームでゲームを行っているんですけれども、エバートンとは2対2で引き分けて、0対2でアストンビラに負けた後に控えの選手が多かったリバープールにも0対0で引き分けました。そしてブライトンに関してなんですけれども、ずっと10月以来から、アウェイの試合で負けてはいないんですけれども、とにかく、プレミアリーグでも、ここ最近では結果をちゃんと残しています。リーズユナイテッドは2対2で引き分けた。その次の週には1 0でクリスタルパラスとのダービーをものにしてから、 FA カップの準々決勝で5対0でグリーンズリーに勝って、なんとホームで3対3でブレントフォードで引き分けた後に、ボーンマスのアウェーで2対0で勝つことができました。ですので、今回のスポーツウィークのスコア予想は2対2で引き分けると予想しています。チェルシーの今の状況は非常に厳しい状況でもあるんですけれども、ただし、メンバーだけ見ると、そんな力のあるチームであると思いますし、チームとしてプレーしていないのは誰でも分かることなんですけども、ここは引き分けるのではないかなというふうに思います。そして今後の日程に関してなんですけれども、次節が来週の試合に関してなんですけれども、4月の24日にマンチェスターユナイテッドとの FA カップの準決勝をウェンブリーで控えています。そしてその3日後にはノッティンガムフォレストとのアウェイの試合を控えていて、でやっと29日からはホームで試合をすることができます。ウルブズ戦で、ウルブズ相手にホームで試合ができます。でその、5月の5日にはマンチェスターユナイテッドを今度またホームで迎えて、またその4日後にはホームでエバートンとの試合を控えています。そしてこちらが現在の、ランキング、そのプレミアリーグの順位になるんですけれども、皆さんはブライトンの今の順位をどのように思っていますか？これ以上にその順位を上げることができると思いますか？トップ4を目指せるようなチームだと思いますか？コメント欄に意見を教えていただければと思います。もちろんそのニューキャッスルであったりマンチェスターユナイテッド、トッテナハムとの争いにはなると思うんですけれども、その最後のチャンピオンズリーグスポットのためには、最後というかその2スポットのため、ただし、そのブライトンには十分に力はあると個人的には思っていますし、ただし今後のスケジュールも非常に厳しいと思いますので、とにかく、そういう直接対決をものにすれば、もちろん可能性は十分にあるのではないかと思います。
そして、まあ、特に、まあ、ニューキャッスルとの直接対決がキーポイントになるのではないかと、個人的に思っています。もちろんマンチェスター・ユナイテッドは、歴史もあるチームであると思いますし、まあ、今シーズンは本当に、まあ、浮き沈みがあるとは言っても非常に安定した、プレーを、見せていると思いますので、彼らはなんとなく3位で、終わるのではないかと、個人的には思っています。では今回の動画はここまでになりますが、いつも通りチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。毎日のように新しいコンテンツをアップロードしていますので、通知をオンにしていただければその新しいコンテンツを見逃すことはないです。